前回のあらすじ。ゴミ拾いをして、謎のアイテムを手に入れた。あ、どうも、霊夢捜査官です。マリサ捜査官だぜ。前回コメントで、1000円ちょうだいってコメント来てたんだけど、なんなのあれ。お前が、1000円あげるって言ってたからだろ。ね、思い出すのでちょっと待っててください。早くしろよ。思い出したか。何の話だっけ。余計ひどくなってるじゃねえか。そうだ、じゃあ渾身のギャグを見せるから、それで水に流してよ。面白かったらな。じゃあ行きますよ。ニーハオ。ニーハオじゃねえよ。じゃあ行きますか。今の無駄な時間返してくれ。もちろんさ。そういえば前回手に入れたやつ、これ何に使うんだろうね。コメントに、スペースシャトルに使うのでは、って来てたぞ。それ今私が言おうとしてたのに。みんな、コメントありがとうなんだぜ。私も気づいてたっつーの。こっち来んなよ。このガキはなんだかんだ言って、感触を起こしてわがまま放題だな。少し注意してやるか。おいガキ、いい加減我慢ということを覚えろよ。わかった。わかってねえよ。やっとこれに乗ることができるんだね。それ聞いてワクワクしてきたぞ。早速、試してみるんだぜ。了解了解。近づけば、何か起こるかな。どんな感じだ。ですね、どうやら、ここじゃないみたいだな。誰だスペースシャトルに使うとか言ったやつは。うおお、私は怒ったぞ。怒ったぞお前だろ。そうでした。いろいろやってみたけど、全然ダメでした。そろそろ出かける時間だぞ。いい加減諦めろ。もしかしてこの工具で、ここの剣を引き抜けるのでは。いや無理だろ。やってみるまでわからないじゃないですか。ちょこん。どうだ、何か起こりそうな感じか。では今から、お出かけしたいと思います。マリサたちと、ここで待ち合わせしてるんだけどな。なになに？車の音がどんどん近づいてくるから、気をつけろ。だって、チャーシューはビビリだな。大丈夫だよ、お迎えの車だから。あ、ほら、マリサが迎えに来てくれた。おーい、迎えに来たぞー。ちょ、危ない危ない。わわわ、飛び出してくんなよ。いててて。あの野郎、殺す気か。あとは、うつ主だけだな。あいつ何やってんだ。仕方ない、迎えに行ってやるか。あ、来たみたいだね。遅れてすまないんだお。何遅刻してんだ。体ごと真っ二つにしてやろうか。それだけは勘弁してほしいんだお。で、今からどこへ向かうんだ。はいはい、アマゾンに行きたいです。なんでそんなとこに行きたいんだ。今話題のVR、これが欲しいんです。こいつ頭大丈夫かお。他に意見はないのか。じゃあアマゾンへ行きたい人、手ぇあげて。お前だけか。よし、決まりだな。運転手は私だから、決定権は私にあるんですよ。わわわ、運転が荒いんだお。行くっていうまでこの車は止まらねえからな。わかったわかった、じゃあ好きにしろ。ちょっと待てって、本気で行くのかお。安心しろ。光線で行くから安全なんだぜ。お前らといるとろくなことが起きないんだお。人食い存分って何なんだお。向こうから誰か来るよ。鳥だ、飛行機だ、いやスーパーマンだ、いや鳥だ。ちょっと待ってくれなんだお。ちんたらすんな、置いていくぞ。ふう、間に合った。あ、学校長おやめください。あ、学校長おやめください。おやめください。じゃあ出発するぞ。マリサマリサ、私も運転したいんだけど。ダメに決まってるだろうが。貸してって言ってるだろ。二人とも、喧嘩は良くないんだお。あ、マリサの頭に虫がついてる。え、どこだどこだ。よし今だ。しまった、騙したな。では出発。うわうわ、身動きが取れないんだお。では減速しまーす。何やってんだ、早く変われ。うわぁ、これ超楽しいですね。あれ、なんだこのボタンは。絶対に押すなよ。了解。わあ、わあ、わあ、押すなって言ったのになんで押すんだお。おっかしいな、
全然アマゾンが見当たらないんだけど、そもそもここにはアマゾンは存在しないからな。ところで、ウプ主はどこ行ったんだ？あれ？さっきまでそこにいたんだけど。マソップ！はい、戻ってきました。そういえばこのスパナで、ゲートを修理できるってコメントが来てたぞ。まさかまさか。ほらそこに、同じ絵が描いてあるだろ。ほんとだ。あんなに頑張ってゴミ拾いやったのに、ここのゲートを修理するだけでおしまいとかありえないんですけど。どうやら、これ以外に使い道はなさそうなんだぜ。うわぁ、マジで泣けてきた。まあそんなにへこむな。ほら、お前の欲しがってた VR だ。何それ。え、これ段ボールなんだけど。いらないなら返してくれ。どれどれ、なるほど、スマホでやるタイプですな。これでクリスマスプレゼントはなしだな。あれ、なんで椅子になってるんだお。もうダメだ。